大坂なおみ選手が日本国籍を選択したことが話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は大坂なおみ選手が日本国籍を選択したことについての米国人の反応をご紹介します。米国人、素晴らしい選択だね。日米両国の国籍を持ち、女子テニスのシングルス世界ランキング3位の大坂なおみ選手が今月に入って日本国籍を選択する手続きを行いました。これは日本の法律で定められた国籍選択のタイミングとなる22歳の誕生日を16日に迎える前に関連書類を提出し、東京五輪に出るために必要な手続きを取ったとのことです。これにより東京オリンピックには日本代表として出場します。そんな大坂選手の選択に米国人からは様々な意見が寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。米国人の反応。選べるなら俺だってアメリカ国籍なんか嫌だよ。ナオミにとってはいいことだよ。正しい判断だね。俺たちにとっては損失だけど彼女にとってはいいことだね。全く彼女を責める気にはなれないよ。彼女はすごいプレイヤーだし、今のアメリカの後輩のせいでそうせざるを得なかったのなら申し訳なく思う。一瞬たりとも彼女を責めないよ。このご時世にアメリカの一部で痛がる人なんていないでしょう。俺たちアメリカは彼女の多文化主義を受け入れて大切にしなかったからね。日本が彼女のことを大切にしてるのは彼女が世界チャンピオンだからだってことを思い出さないと。そうじゃなければただのハーフとして見られるだけだよ。日本は彼女が新人の時から資金援助をしてたけどね。米国のテニス界はしなかったけど。彼女を失うのは悲しいけど決断は理解できるよ。彼女はハイチ人ハーフじゃないの？ハイチ人ハーフ、日本人ハーフ、アメリカ人ハーフだよ。アメリカのテニス業界は彼女にお金を出さないし、アメリカ人は彼女を応援しないから、22歳になって国籍を選ばないといけなくなって彼女を選んだ方を選んだんだね。彼女はアメリカ人でいることの意味がわからないって言ってたしね。全然驚かないよ。彼女はキャリアの最初から日本を代表してきたしね。オリンピックのせいでそれが正式なものになっただけで。そんなに騒ぐことなの？彼女は日本生まれでしょ？好きにさせてあげなよ。アメリカで練習してる全てのアスリートがアメリカを代表したがってるわけじゃないし、大坂なおみは日本をうまく代表するよ。彼女はそうするしかなかったんだよ。アメリカのテニス委員に申し込んだけど拒否されたから。人生の大半をアメリカで過ごして出場を認められなかったから、日本のためにプレーしたんだよ。当然の判断だよ。日本は法律で22歳になると重国籍者は国籍を選ばないといけないんだよ。アメリカの頭脳流出の兆候なのかも。続報を待て。個人的にはオリンピックでハイチを代表してほしい。リソースや国家基盤、オリンピック開催地なのを考えたら当然の判断だよ。彼女が金メダルだといいな。じゃあナオミは日本で暮らさないと。東京がオリンピックをホストするから当然だよ。日本代表になりたいんでしょ。俺たちは黒人系日本人のテニスのアイコンをいじめてたしね。私もそうしようかと思ってる。沈みゆくトランプ戦から才能ある人たちが逃げていってる。素晴らしい選択だね。みんなアメリカ国籍を欲しがってるはずなのに。以上が
米国人の反応です。大坂なおみ選手が日本を選んでくれたこと、本当に嬉しいですね。でも大坂なおみ選手の謙虚で礼儀正しく奥ゆかしい振る舞いはやはり日本人です。これからも胸を張って日本人代表として頑張ってほしいですね。皆さんもご意見や感想がございましたら、ぜひコメント欄お願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。お待ちしてます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。